い、ということで、不思議ミステリークラブでございまして、七不思議チャンネルの方でお越しいただきました飛び石連休の藤井ページさんでございます。はい、すいません、続けざまに申し訳ないです。ありがとうございます。延長戦ということで、嬉しいね、久しぶりじゃないですか藤井さん。そうですね、僕も直接はね、久しぶりなんです。あ、そうね、ズームで、ズームでね、ちょっと話してもらったりとかしたけど、まあライブとかでもね、そうですね、フィットが、ね、さっきのチャンネルの時にも言ったけど、フィットネスの時は結構一緒になったけど、はい、その後、はい、ほら、マットドッグ、マットドッグスの時には僕多分そこの新人演芸大賞の決勝を国立演芸場かなんかでやっ、うん、そうそうそう、うん、およく覚えてるね、覚えてます、うん、その後お会いしたかな、多分ね、会ってないと、だからそうなるとあれ2009の夏とかなんですよ。あ、はあ、はあ、じゃあもう10年以上や。10年以上、お、立派になったね。ずいぶん太りましたけどねで、前ね、よそのライブあんま出なかったですもんね、その後のコンビでね。そうなの。だから、はい、俺テレビでそれこそマッドドッグス見て、はいはい、わ、なんかええコンビ組んだなと思って、見た目のギャップがあるから、それもまあ解散してしまって残念けど、そうですね、まあ、成功者やからええかいやいやいや、そう、でもいろいろ、まあでも僕1998年が初舞台とかなんで、あ、結構長いね。藤井さんでどれぐらいですか。いや、僕まあ養成所入った年で言うと94年え、大阪吉本の94年なんですか。94年です。大先輩だ、やっぱり本当に。同期は、ね、ちょっと待って、心の中では後輩やと思う。いや、思ってる。そんなことない。いや、そうですね。でも、その変わらんやろみたいなね。いやいや、96年とかかなって。今の富士電機組んだのは2000年なのよ。はい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 、はい。ほんで東京来てからやから。大阪の吉本の NSC に入ったのは94年で、はい、もう同期がえげつないのよね、うちは。94年って。ブラックマヨネーズ。おお、まあ、それぞれ別のコンビやったけど、はいはいはい、あとチュートリアルの得意で、野生爆弾、はい、で次長課長もそうだし、はい、で、まあ、超新塾のうちの3人ぐらいもそうやし、はい、あと、今をときめくチャンス大城、出たチャンスさん、チャンス大城は5年前に千原兄弟さんとかと同期で入ってるけど、はいはいはい、1回養成所の後辞めてんねん、辞めてんすよ、ね、5年後にこっそり入り直した時に同期やった。あ、そうなんすね。でその期って全国的にも結構えげつなくて、はい、まあ、北海道ではタカ&トシが始めたりとか、もう名古屋ではスピードアゴン、はいはいはい、まあ、東京でも大の字とか、はい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 、えげつないの、まあ、えげつないのよ同期が。そんまや、そこ聞いてみたらすごいですね、うん、そうね。ってなると初舞台みたいなっていうのは9、まあ、だからまあ1年間養成所行って、はい、まあ、その後95年にオーディションライブから始まるみたいな感じかな。どのタイミングで東京来てサンミュージック入るんですか。あ、まあ、そのね、4年ぐらいその高校の同級生、三島くんという相方の三島藤井っていう名前でやってて、それを解散することになって、はい、で俺は東京行きたかってさ。あ、もともと行きたかったですか。いや、もうちょっとなかなかね、やっぱり同期強くてさ、はいはいはい、あと、まあ、同期の出世頭で言ったらシャンプーハットやねんけど、当時は。あ、そう、で結局、あ、もうこれ語れへんなと思ってしまって、はい、で東京行って一からやりたいなと思って、ちょうどね、俺らのぐらいからなんか、ね、売れてなくても東京行ってやるみたいな流れがちょっとあって、あの、チャイルドマシーンとかさ、あ、いらっしゃいましたね。あ、東京行き始めたぐらいを皮切りに、はい、みんなどんどん、はい、それこそあの、今東京クールとかがそれぞれ別々のコンビで東京来てたりとか、はい、うん、なんかあれも同期やねんけど、カンカンが、うん、で、まあ、あの今の相方4人目やねんけど、はい、でなんか紆余曲折あって今のコンビ組んで、はい、あの東京ビタミン寄せっていうブッチャーブラザーズさんがやってるライブのオーディションに行った時に、はいはい、あ、よかったらサンミュージックで預かろうかって言ってもらったのが、まあ、2000年入ったぐらいかな。へ、うん、そうなんですよ。この話みんな興味ある？いやいや、うん、こっからですよ。そう、いや、もう俺は楽しみやわ。俺本編見てバツン切られとった。めちゃめちゃおもろいよ俺。文字数返せと思った。いやいや、僕らが聞きたいことを聞くこれコーナーなんで。今ね、ちょっとなんか、そう、藤井さんというのを身に連れて行ってもらっても、なんか、いや、昔のとか聞けないんやね。ああ、まあね、普通はね、まあ、自分のチャンネルでもやってるけど、そういう話ってあんま聞けへんもん。そうなんですよ、その場その場の楽しい話で終わっちゃうんで。でもそれこそ、はい、あの東京に来てサンミュージックに入って、はい、それこそ最初か何個目かのオーディションにテレビ東京に行ったの、はい、でテレビ東京に行って、はい、ほんだら一緒にこうなんとなく芸人仲間みたいなのが同じ方向に行くから進んでいくの、はい、で喋ってて、はい、なんか俺も大阪から来てんねんとかいうやつがおって、はい、あ、そうなんや、で俺もそうやって、で話聞いたら同い年で、はい、で聞いたら
全く同じタイミングで浪人してて、全く同じタイミングで同じ大学に入っててんやん。それがあのエルシャラカーリの聖話で出た兄貴です、ね、兄貴です、ね、兄貴です昔からね。でエルシャラカーリの聖話が、はい、まあ、別の学部で同じ大学におってんけど、はいはい、で就職4年生の時にね、はい、就職相談っていうのがあるの、はいはいはい、で俺はあの電話かかってきたけれども、はい、就職課から、はい、すいませんちょっと吉本の養成所に4年生から通ってますんで就職しません、はい、みたいなことを言ったら、はい、聖話も聖話で、はい、その就職課の人に、はい、僕お笑い芸人やろうと思ってますから就職しませんって言ったら、はい、あ他の学部で一人いるよって言われて、でもうそれが時を経て俺やって分かるって。あーすごいなんですね、うん、ちょっと運命的というかなんか、うん、そうなんだよね、なんかドラマチックですね。そうですね、まあ、その縁あってね俺あいつにベビーカー譲ったからねそうなんですねでもこのチャンネルの方瀬尾さんには興味ないです。あらそれあるよ、ね、案件かあるよってあるわけないじゃないですか案件あるわけないですよに関して俺は突っ込まない怖い話も持ってへんしなあいつの相方への態度が一番怖いからな資料へのいやでもあのサンミュージックってなんかいろいろ曰くみたいなのありません？あー、ね、なんか僕だからセイヤさんから1個使ってでって言われた話がそのサンミュージックの松原半島ってことしたんですよ、ね、それそうです、はい、あの前の事務所からねちょっとアイドルの方が飛び降りるっていう痛ましい話が、はい、そうですね。でももともとあんま風水的には良くないって言われてる、あの場所っすよね、四ツ谷4丁目なの、はい、四ツ谷4丁目でしかもあのお笑い部門があるのが4階っていう、はい、のところがあって、変な曰くがあって結構事務所のマネージャーとかが夜遅くまでこうなんか作業とかしてたら本当に全然関係ないところガチャってドアこう音がしたりとか、はい、エレベーター誰も来てないのに上がってくるとか、はい、っていうのをしょっちゅうなんか聞いてたよ。もう今はその場所移転してんけど、なるほど、今だって太田プロのね、そうあのちょうど隣というか、はいはいはい、あの大通り沿いのビルに太田プロが入ってて、はい、その、 あの裏道一方挟んだところにサンミュージックがあって、もともとその太田プロが入ろうとしてたところ、はい、サンミュージックも入ろうとしてて競合になって大家さんがサンミュージックじゃなくて太田プロ選んだ。そうなんですね。俺賢明やと思っていやいやいやめちゃめちゃ賢明やと思ってすごいですよ。その後に AKB とか跳ねても前田敦子大島優子も指原みんなおるっていう、ね、あまあまあ太田プロそうですね、確実に太田プロやった間違いなかった、うん、負けて裏に引っ込んだ。違うことないです。負けて裏に引っ込んで、はい、その、 あの1階が稽古場やねんけど、はいはい、その稽古場を一番最初に使ったのは、はい、あの芸人の稽古じゃなくて、はい、社長の謝罪会見やった、はい、あの頃ですね、そう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 、いろいろありましたからね、サンミュージックさんは稽古場を一番最初に使ったのは社長、謝罪会見。そうなんだ、そうなんです、ね、汗かきながらそんな歴史というか、あの風水的にあの街良くないって聞きますよね。聞くよね。あの前の通りなんてえぐいらしいですよ、風水的に行くと。もうだって我々が見てくれた占い師何人もね、あの太田プロの撮影場兼そのなんかあるんですよ、もう一個、うん、でそれマンション借りてるんですけど、うん、あの大通りに面したところなんですけど、うん、そこで撮影してた時に占い師、霊感強い占い師、うん、何人か来ていただいたんですけど、うん、全員ここの部屋に来るまで体調ちょっと悪なってるっていう、うん、そしてその部屋自体にも良くないっていう、あ本当、うん、気持ち悪いんですよって言って、で一人聞いたら、いやここの町は本当に風水良くないから、あそうなんや、だからその、ね、太田プロとサンミュージックがあってみたいな、うん、芸能事務所もあったりするじゃないですか。結構多いよ、はい、そうなんですよ、うん、なんでそこに建てるのかが分かんないみたいな話でした、うん、ただほらあそこ結構ね東京の大動脈ぐらいのさ、はいはい、車が行き来するところやから、そうっすね、なあ不思議やな、不思議なんですよ、うん、普通に暮らす分にはあんまり良くないけど、うん、芸能みたいなそういうギャンブルじゃない。いやそうやな、確かにそういうところにはよく作用することもあるんじゃない。そうかそうか、でも実際そこで、はい、サンミュージック、さっき風水悪いって言ったけど、そこで松田聖子さんがめちゃくちゃ跳ねたりとか。そうですよね、めちゃくちゃバブルやったらしい、ほんと。あそうなんですね、やっぱりすごかったって。定期的にサンミュージックさんアイドル当ててますよね。そう昔のその、そうなんですよ、まあ、早見優さんとかもそうだし、なるほど、古くは田川陽介さんとか、はい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 、結構いるのよね。なるほど、うん、だって芸人さんでも結構バッて一時出ますもんね。そうよ、ほんと大当たりの、結構大当たり、ダンディ佐賀の筆頭に、あそうです、まあ、カンニングさん、ヒロシで小島よしお、杉ちゃん、はいはい、ほんでもう最近はカズレーザー、メグチョウもそうだし、あとあとぺこぱね、ああなるほど、救世主がヒゲ男爵、まあプチブレイクはしたそれ
これは入れる。え、カモメンタルは？カモメンタル。カモメンタルなんか優勝してるからね。そうです。キングオブコント入りましょう。いや、その細かいとこ入れたら。でもすごいですよね。細かいとこ入れてしまったら。細かいとこ入れてしまったら、あの取り右でな怒られるから。そうですよね。黒田泰造さんは。ああ、黒田カントリークラブね。黒田泰造改めゴルフ芸人。これ一番興味ないやろ。略して黒川ね。黒川さん、はい。ゴルフ芸人、今ゴルフのコンペの MC とかで頑張ってやるから。そうなんですよ。このですよね。ね、あ、そうなんですね。で、なんかこうトミーさんのこのね、僕思ってたんですけど、岩見くんって僕なんかね、まあ後輩年ぐらいでこう喋ってるんですけど、どこで出会ったんですか。あ、それはあの新大久保のパチンコ屋さんで。え、パチンコ屋なんですか。バイトの時ですか。パチンコ屋で俺が。あのちょうど大阪から同じ時期に出てきてる、まあ、芸人がおって、なんか俺バイト探しててうちのパチンコ屋おいでやって言ってくれて、そこのパチンコ屋にバイトしに行ったら、あの岩見が社員でおったの。社員なんですか。そうなんすね。社員でいて、ほんで俺が芸人やってるっていうのをなんか誰かに聞いたらしくて、はい、いや僕も笑いやりたいねんけどっていう、はい、あの感じで、まあ、こんなさ、まあ、知ってると思うけど、こんなおかっぱの感じやねんか。パチンコ屋で働いてるからその感じやってんか、はい。で、すげえニキビもの後も今よりひどかったし、もうほんとちょっとそことか薄暗いビルでさ、休憩所とかにパッて開けて座ってる時にほんま俺しか見えへんのかなぐらいの感じやってんけど、でも気持ち悪いなと思ってたけど、だから最初また今度ね、こう、うん、なんかコンビやろうねみたいな毎日電話かかってきて、熱烈なアプローチが毎日電話かかってきて、今度っていつ、今度っていつ、はい、で結局じゃあ一回ネタ作ってやろうかって言って、さっき言ったブッチャブラザーさんとかネタ見せ行ったらうちおいでって言われて、うわ、一回目のネタ見せ、達也すごい、さすが、なんか変わった相方連れてきたなみたいな。あ、確かにそうでしょうね。大丈夫、俺怖い話せんで全然こんな興味ないやろ。いやいやいや、エルシャラカーニから黒田監督に興味ないやろこれ。狭いとこ行きましたけど、あのなんか怖い話を一つ最後いただいていいですか。もちろんもちろん、ありがとうございます。なんでごめんね自分から。いやいやいや、とんでもないです。それこそサンミュージックの話になると、一人見える人がいるのよ、霊が。キーポンっていう芸人、昔は DJ キーポンっていう、はい、キーポンっていう名前になって、はいはいはい、その女のピン芸人で、はい、まあ、あの今ちょっとね、あの旦那さんがね結構転勤族で今東京にはいないねんけど、はい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 、で昔から本当に何ちゅうの、霊感強い人の典型的なパターンで、子供の時は当たり前に見えてて、はい、で子供の時は当たり前に見えてるけれども、例えばこうお母さんとかに「あの子何してんの？」とか、はい「あの人なんで泣いてんの？」とか、はい「あの人血流してるけど大丈夫？」みたいなことを言ったらさ、親とか見えへんわけよ。なるほど。ほんだら途中からだんだん気づいてくるねんって、あ、これは言っちゃダメなんだみたいな、うん、言っちゃダメなんだってなって、だんだんこう年を取ってきて、はい、ほんだら、まあ、キーポン曰くやで、はい、だんだんやっぱりスイッチ切ることができるの、はいはいはい、うん、スイッチ切、まあ、キーポンの説明で言わしてもらうと、はい、なんか周波数みたいなのがあるねん、はいはい、で普段の生活してる周波数では見えへんねんけど、ちょっと自分の中でスイッチ入れたらちゃんと霊が見えるチャンネルがある。へー、うん、だからそうなってくると、例えば、まあ、守護霊とか、まあ、信じるか信じないかあなた次第の話になってくんねんけど、守護霊が見えたりとか、調子いい時は前世まで見えたりとかみたいなことらしい、はい、で、まあ、これガテンが言ったのは、たまにほらよくアイドルの子とかが私見ちゃうんですみたいなのは、はいはい、あれは一概に嘘とかじゃなくて、こう感情が揺らいでる時にそのチャンネルに触れてしまうことがあるみたいな、うん、あっちゃうんですよね。そういう時に会った時に本当にちょっと見えたりとか、何かが一瞬見えたから怖いみたいなこと。だから基本的にざっと見えてるから怖いとかじゃないらしいの。でっていう話をずっと聞いて、はい、おわおすごい話大好物、はい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 、それでそれでとか聞いてて、はいはい、で子供の時に、もう小学校の低学年だかそれぐらいの時って言ったけど、はい、死神見たことあるっつって。死神、うん、死神ってね、そんな架空のもんやと思ってるやん、はい、でも、はい、2回見たことあんねんって。ほう、2回とも同じ視野者って言って、夕方で本当に日がだんだん沈んでいく時で、小雨、はいはいはい、なんとなくこう空がどんより重い感じの時に、はいはい、ちょっとなんか小高いところからわーってもう街が見えるところがあって、はい、ほんだら本当にもう黒いフードでファーって黒装束で鎌持ってんの、やっぱみんなが思い描くイコールじゃないですか。あのまんまの死神ですか。そう、あのタロットカードとかにある死神の姿してんねんと。ほんで分からへんやんか自分が、うわなんか危ないの持ってる人おると思ったら、スーって歩いてきて、ある上にスッて入んねんて、はい、うん、うん、なんか入った、いや泥棒かなみたいな、はい、
感じであって、でもそんなん言われへんやんか。そうですね。ほんだらもう数日後にそこでお葬式。昔ってさ、公民館とかじゃなくて家とかでやってるの、やってましたね。そうですね、ありますね、そういうの。でお葬式があって、あれどういうことなんかなって、まあ子供ながらに思ったらしいの、うん、そういうの2回見てんて。でそれがね、その後もう15年ぐらい前になるかな、なんかねライブ終わりにちょっと飲み会みたいなのがあって、はい、で、まあ、芸人仲間がちょっと友達の女の子連れてきていいみたいなノリになった時に、たまたまほらなんか飲んでるノリでさ、ちょっと怖い話するみたいな時あるやんか、ね、で俺もなんかないかなと思って、うん、それこそキーポンに聞いた、あ死神の話があってさどうのこうのって、はい、今の話をしたの、はいはいはい、ほんだらその場にいた一人の女の子が、あ私も見たことあります、うん、って言い出して、全く同じ感じで小雨の時に、うん、本当にもうどんよりした空の時、もう夕方ぐらいで、本当に死神のあの装束着たのがスーって入って、見たのはなんかふーって入って、1軒入って出てきて、え2軒目入って出てきて、3軒目入って出てこなくなって、お死神が、ほんでその子もまだ小学校上がるか上がらんか時、まあ、上がったぐらいの時なんかな、うん、って言ってたかな。それで泥棒やと思ったらしい、うんうんうん、その子は、はい、泥棒やと思ったらしくて、ブワーって家に、まあ近所田舎の方の町らしくてさ、近所大体顔見知りやねんって、はい、うん、でバーって家帰って、お母さんお母さんあそこに家に泥棒が入ったよって、はいはいはい、もう見間違いでしょ、こんなまだそんな夜でもないし、はい、絶対泥棒だよ、刃物持った人が入ったんだよ、うん、って言って、あまりにもしつこく言うから、はい、一緒にお母さんについてきてもらって、はい、行ってんって、はい、でまあまあそこはさ、やっぱ顔見知りやからさ、ピンポーンって押したらさ、神妙な顔でその家の人で言って、はい、何ですかって言って、なんかごめんなさい、この子は泥棒が入ったのって言って、まあ、あでもうちは別にそんなん大丈夫ですけど、はい、あでもよかったらちょっと入りますみたいな言ったら、そこのおじいさんがもうちょっとあの布団に横たわってはって、うんうん、もうお医者さんが来てはって、うん、まさにちょっと臨終が近いみたいな感じの時に、まあ顔見知りやし、よかったら顔見てあげてくださいみたいな感じでね、ちょっと声かけてあげてくださいみたいな感じで言われて、中に招かれて行ったら部屋の隅に立ってね、うん、で部屋の隅に立ってて、ほらいたって言って、ほらいたって言った瞬間バーン真っ暗になってん、でバーンって真っ暗になって、もうその結構夕方から沈んできて、もう夜の時間帯でファッて気づいたら、もう周りの町とかが、自分の住んでる町が見えてんねん、でもう立ってんねんって、その死神がもうフードかぶっててこの距離やけど全然顔の表情分かれへん、うん、であれ何ここと思ったら浮いてんねんって、自分、自分が浮いててファッて下見たら、天井透けて屋根透けて、あまあ、屋根つけて天井つけて、はい、下のところの自分がこうやってるところがおんねん、おー、うん、ほらいたー、もうポーズ、そうですね、もう自分がおんねんって、うん、あれと思ったらだんだん上がっていくねん、おだんだん上がっていく、あもう子供ながらに、あダメだ私連れて行かれるの、ごめんなさいって言ってんて、ごめんなさいって言った瞬間ファッてこう部屋の中で戻って、こうお母さんが大丈夫大丈夫って言って、おー、うん、これでうん大丈夫何もないって、言うて、結局自分はまあ何もなかったけれども、もちろんそこのこうおじいさんは亡くなりはって、なるほど、うん、その時にはもう自分の思うって見えてた死神もいなくて、うん、でそっからもう二度とそのこと口にせえへんみたいな、親とかに言っても信じてくれへんしみたいなっていうのがありましたっていう、へー、ちょっとそれ強すぎへん言うて言うたけど、そうですね、ごめんなさい、うん、って言うたら許してくれたところ、うん、だからまあ多分警告やったんじゃない、あなるほどね、だからほらって言って、もうお前言うなよ、うん、っていう、そうですよね、怖っ、子供一緒に行くかって言って、怖っ、うん、うわすっげえ話、うん、めちゃくちゃ面白いですね、恐ろしいよね、これ何七不思議に入れるってこと、いやうるおうな、3等分きちいな、俺は上がるけど2人は下がる、いやというところで、面白い、すごく楽しくて怖いお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます、ね、こちらのチャンネルを見ている方はですね、ぜひ飛び地連休藤井ペイジさんのペイジチャンネルというね、やられてますね、あの辞めた芸人さんに話を聞いたりね、はい、まあ、現役の芸人さん、まあ、ノブにも出てもらったし、今度モーモー君にも出てもらってますけど、それの生配信とかもあったりするので、ね、はい、よかったらぜひともチャンネル登録お願いいたします、お願いします、お願いします、ぜひねお願いします、はい、というところで今回のゲストは飛び地連休の藤井ペイジさんにお越しいただきました、どうもありがとうございました、ありがとうございました。